久保さん、理科のリトマスシ実験にしましまょうか。僕はねあの理科の授業でね、まあ、あの中学校か小学,小中学校かななんかそのアルカリ性酸性とかねなんかリトマス紙の試験あったと思うんですけどこれしょ社会人に出て俺はビーカー使ってリトマス紙でどの効能をやるのかのアルカリ性酸性したところでこれね将来何に使うのかなっていう。 まあね研究機構とかなんかで働いてる人はいまだにリトマス紙を使ってなんかその応用してそれは使えてんのか使えてんのかちょっと分かんないですけど少なくとも僕は大人になった家庭の中でそのビーカーを使ってリトマス紙でアルカリ酸性がその収入に直結する人生に直結なんか変える直結にはならなかったですねでも今後も多分使えないと思います使わないと思いますし まあ使える人もいるかもしれないですけど、まあ、そういうのじゃなくてその勉強する過程が大事なんだよっていうくくりもあるんですけどいや家庭が大事だったらあの家庭も大事なのは分かるんだけどもなんかあの収入に直結するものを選んだ方が収入に直結する過程を選んだ方がまあいいんじゃないかなっていうビジネスをやっぱ勉強した方が僕はいいと思いますよね。だっってて人生って時間なんで まあ多くの人がビジネス勉強していない場合は作られたビジネスで動くわけじゃないですか作られた会社で働く給料をもらうっていう人生で終わっていくのででも人生って時間ですよ自分でビジネスを作れるようになったら時間もコントロールできるし収入もコントロールできるわけじゃないですかつまり人生をコントロールできるってことですよね学校で教わったその授業をいくらやっても多分人生はコントロールできないんですよここはね非常に難しいところなんじゃないかなと思うんですけどねまあいろんな あの切り口いろんな考え方はあるんだけども僕はまあビジネスにこう勉強した方がいいんじゃないかなとそう感じかけなくてもビジネス勉強したらあのよかったですね <laughs> 感じかけなくても金を稼げるいってらっしゃい